仕様、寝るとこ大体はこうなるって狙って全ての作業をしていくので大きくずれることはあんまりないですね。でもやっぱりろくろを弾く中でやっぱその時のリズムが良かったなとかそういうのはすごくあったりするのでその中でいっぱい作っていいリズムのものを選んでいくっていう感じですね。特にこのケロクロなんかはこう一回蹴っても徐々にスピードが緩まっていくのでなんかその中で作っていくリズムっていうのにすごい面白さとかがありますね。そのいかに粘土にとってうまく負担にならないように伸ばしていけるかみたいなのをすごく感じ取れるのでこのケロクロっていうのは面白いなと感じています。一つ一つは一つ一つなんですけどなんか一つにものすごく凝縮してエネルギーを込めるというよりは一つの形をものすごくたくさん作った中から自分が好きなものをこう選んでいくようなこう30個作ってってなんかその形がだんだん捉えられていくっていう手が慣れてくるというか手がこの形こうした方がいいなっていうのが慣れてくるところもありますね。一個一個やっぱり同じものを作ってても手で作ったりしていく中で生じるちょっとしたズレみたいなものがすごく手作りの良さだと思っているのでなんか工業製品みたいにカチッと揃えたいわけではなくて一つ一つのちょっとしたブレの中で気に入ったものを見つけてほしいなというのがありますね。